せーの、 AKB48 18期研究生です。イエーイ。自己紹介お願いしていいですか。はい、夢の中でもみんなのアイドル、夢の場所だよ。埼玉県出身18歳ゆうみんこと佐古ゆめみです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、はい、みんなの姫様になりたいの長野県出身。はい。何どうした。もう一回いきます。はい、あなたが好きなのはひなの。みんなの姫様になりたいの長野県出身18歳の久保ひなのです。よろしくお願いします。ひなちゃん。はい、今からリズムに合わせてゆういちって呼んでください。はい、ゆういち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 。ゆいは口もみんなから愛されたい。じゃん。長崎県出身高校1年生15歳ゆういちこと山口です。よろしくお願いします。ゆういち。はい、ということでね、今日も夏仕様っていうことでみんな浴衣でお送りしていきますが、今日ラスト浴衣なんですよ、ね、皆さん焼き付けてください。目にはい、じゃあなんか多分ファンの方が浴衣全身で見たいって今声聞こえたんで、はい、ちょっと立っちゃいます。ゆるみから立って見てみよ。見る、見てみ。かわいいね、ピンク。あこっちあった。さあ、お、すごいね。それお花からそう、ピンクのピンクと白とか。そうなんですよ、めっちゃピンクにしました。で、ね、頭の猫ちゃんも可愛いね。合わせたの、色色を合わせました。この可愛い、ね、これがどうしてもしたくて浴衣を合わせました。実は、おー、普通にしてます。可愛い、ちょっといつもと違うね、夢に。後ろはどんな感じなの。後ろはリボンにしてもらいました。可愛い。このリボンと後ろのリボンが最高に可愛いです。いい、ね、猫ちゃんみたいで可愛い。なんかバブちゃん可愛い。えいいいね。で、次ひなの。はい、なんかひなちゃんマン。さあ、ひなちゃん、ひなちゃんマンはね、ひなちゃんマンって何。誰も着たことがない浴衣。え、でも大人っぽくてめっちゃ可愛い、ね、なんかハイビスカスとか、なんかゆりかな。え、可愛いね。可愛い。お、え、髪型さ、実は私がリクエストしたんですよ。そうなんです、ゆめみがリクエストしてくれた編み込み下級者みたいな。かわいい、かわいい、髪型にしてもらって。いいじゃん、拍手喝采。いいね、大人っぽいね。ね、後ろはかわいい。え、かわいいね。なにこれ、くら、あれわかんない、リボンかな。リボンだよ。かわいいね。かわいい、大人っぽいね。大人っぽい、いい感じ。かわいい。いいね。じゃあ次、ゆいちゃんは。え、なんかさ、今日ゆい大人っぽくない。そうなんだ、いつもと全然違う。もう15歳じゃないから。15歳だろ。15歳じゃないから。え、今日は青、ゆいちゃん水色、似合っちゃうじゃん。似合ってる、めっちゃ。なんかペンライトカラーがさ、赤とオレンジだからさ、なんか爽やかな、似合うね。爽やか系なの、初めて見たかも。え、お花、お花って可愛い。もうリボンつけちゃったりとか、あと今日はポニーテールじゃないんですよ。ね、確かに。ね、新鮮。今日はなんていうの、横の三つ編み。ね、にしてちょっと大人色気増し増し感でやってみました。可愛い。イエーイっていう感じでした。浴衣はすごく可愛い。みんな今日も可愛くてね。ね、すごく可愛いです。見てくださいね。はい、この今日はこの3人でお送りしていきたいと思います。じゃあではタイトルコールをしましょう。はい。はい、一か八かで全力一発ルーム。イエーイ。はい、ということでこの番組は AKB48 18期研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。はーい。何やってる。はい、 AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブ配信中です。毎週火曜日18時からショールームで生配信をしています。こちらにもぜひご参加。うん、間違えた。アーカイブ配信中です。見逃した人はもう見逃した人、もう一度見た人はアーカイブをご覧ください。お願いします。そしてアーカイブを見てる皆さん、毎週火曜日ショールームで生配信をしています。こちらもぜひご参加ください。お願いします。はい、ショールームの番組参加方法言える、ひなちゃん。言えますよ。ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメント、うん、
を書き込んだりできます、はい、ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、アイテムを投げてどんどんアピールしてください。はい、お願いします。早速コメント読んでみますか、うん、じゃん、あ、みーちゃんかわいい。356たけさんからくまぷれ、ありがとうございます。ありがとうございます。ピンク頭にクリームがする、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ひょっこりめみんかわいい。ありがとう。かわいい。さっき出てきてくれたんだよね、ハーフツインね。この3人かわいすぎるし守りたくなってなってまうだって。守って守ってくれるの。思ってくださいね。みんな可愛いよね。ね、浴衣姿新鮮だよね。でもね、確かに去年の一発ルームでやった。やった。懐かしいね。だけだよ、ね。でもそっから一年経ったのね。さらにみんな大人っぽくなったっていうか。ね、え、1年じゃ一年前のさアーカイブとか見たらさ驚いちゃうんじゃない？でも見れないはず。ゆいね。今日見たのね。ちょっとだけ。あのさ、ゆいがあのお団子してたんですけど、うんうんうん、あのなんかしかもなんかもう全然子供って感じ。子供だよ。いやいや。でなんか今のゆいはなんかこういうなんかちょっと仕草とかも分かるようになったけど、あのまあの1年前のゆいはなんかちょっと、うん、やんちゃだね。そうやんちゃっていうか浴衣もちょっと着崩しちゃったりとかね。確かに確かに。やんちゃすぎるでしょそれは。はい。ということで、まあ去年からしたらみんな大人だった。ね、そうだね。っていう感じですね。アーカイブもぜひ見てください。お願いします。はい、はい、ということで番組スタートしてからすぐのトップ3を確認してみましょう。はい、さあ、いただきます。せーの、3位キュウさん、ありがとうございます。せーの、2位、せーの、2位まゆさん、ありがとうございます。せーの、1位356たけさん、ありがとうございます。この、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録が見事の皆さんは登録してコメントやアイテムでのご参加お願いします。お願いします。ということで、そしてお、はい、本日は何ですか、あのランキング上位3名に、はい、なんとね、本日の出演者の3位入りチェキをプレゼントします。欲しいでしょ。欲しい。そうだよね、欲しいよね。はい、って感じで、はい、エンディングでのランキングが対象となりますので、はい、皆さんぜひお願いします。上位3名のことで待ってます。待ってます。では拡散してもらいやすいように出たスクショタイムです。10秒間カメラにアピールしますので、スクショして SNS での拡散をお願いします。はい、かわいい。ゆみ書いてくれたのね。これアイステーマ、アイスです。かわいすぎるテーマ。でもなんかさ、なんかうまく描こうと思ったらぐちゃぐちゃになっちゃったよ。あみだくじみたいになっちゃった。コーンが確かに。どこにたどり着くんだろうね。やってみる。いやいや、やりますね。じゃあ、はい、スクショお願いします。いきますよ、はい、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。おー、ありがとうございます。ということで、X のポストはハッシュタグ一発ルームでお願いします。お願いします。お願いします。そして今日の一発チャレンジはですね、はい、ヨーヨー釣りチャレンジ。ヨーヨー釣り、やばい、夏だね。これですね、はい、対象の X のリポスト数50ごとに使える釣り橋の数が1本&時間が5秒増えます。釣り針、釣り針、あ、ごめんなさい、釣り針。うわっ、はい、間違えないつもり言ったのに釣り針ですね。はい、はい、釣り針の数が1本&時間が5秒増えます。ぜひ皆さんリポストよろしくお願いします。お願いします。はい、さて、ここで先週からオープニングトークのお題をエンディングで撮ってもらったようなので見てみたいと思います。はい、せーの、どうぞ。話してほしいことお願いします。はい、今週のトークテーマはズバリ夏祭り、夏祭り派か花火大会か花大会派かでということで、その3人はどっち派なんでしょうか。はい、ぜひ教えていただけると嬉しいです。ちなみにどっちですか。私、うん、花火。
夏祭り、花火です。ということで3人も教えてね。教えてね。ゆうゆう頑張って。やっぱ花火。バイバーイ。かわいいね。何度も夏祭り派か花火派ですね。ね、どっちだろう。ひやちゃん。じゃあせーので言ってみる。どっちかしかないんだもんね。うん。オッケー。オッケー。せーの、夏祭り。おー。夏祭り宿題ないですよ。これ宿題ないですよ。違うよ。夏祭り違うよね。え、夏祭りじゃこれやっぱこの3人は気が合いますね。そうだよね。ね、夏祭りだよね。夏祭りってさ、だっていっぱい屋台もあるし。そうなの。それだよね。花火ってさ、まあ、綺麗だけど、うん、もうこう首上げて終わりだからさ。ね、そんなことはないけどね。あ、でも、まあ、夏祭りも、うん、どっちもいいけど、どっちかっていうと夏祭りかな。いっぱい楽しみたい。え、なんかさ、まだまださ、お子様だからさ、ね、ご飯とかさ、わかる、食べたくなっちゃう。ね、あの焼きそばめっちゃ好きで、お祭り食べるで。わかる、わかる、なんかさ、麺のさ、なんか硬さもちょうどいいし、なんか具材もめっちゃおいしいさ、なんかさ、パックにさ、めっちゃ焼きそば詰まってあるのさ、なんか食べたくなっちゃってさ、なんかさ、なんか好きなんだよね。わかるね、わかるよ。わかるよ。なんかさ、一発さ、いっぱい入ってくれない、なんか。え、ちょっと大盛りしてくれない、たまに。そう、なんかさ、蓋閉まるか閉まらないかぐらいのさ、よう作ってくれるじゃん。そう。え、なんかさ、ゆめのさ、なんか住んでるとこ花火大会っていうか、なんかお祭りの方が多かったイメージだったから、うん、だからお祭りの方が好きかもっていう感じ。うん、いいよ、ね、お祭りがいい。じゃあお祭り、お祭りにしちゃうか。じゃあみんなもう夏祭り派っていうことで、そうだよね、はい、みんなも、はい、お願いします。お、そういえば一昨日大阪でツアーもね、ありましたよね。焼きそばとか言ったら、確かにお好み焼きもね、実はいただいちゃったりして。そう。お、美味しかったよ、ね、コンサート終わりに。でもね、実はね、私とかすみとさえとさえとゆいの4人はね、なんかもう前日もその後も、うん、あの4人でわちゃわちゃしてたんですけど、うん、コンサート終わってから近くにたこ焼き屋さんがあるってことで、私たこ焼きを買ってきて、うん、え、そうなの ?4 人でお好み焼きたこ焼きトランプパーティーをしたんですよ。ひらちゃんに買ってきてもらってね、たこ焼き買ってきて、もうお好み焼き、うん、いただいたから、え、パーティーやん、それ。そう、パーティーして夏祭りやん、4人で。それ何時まで続いたんだろうね。ちょっとまあ言えない感じで、言えないけど、でもなんかすごいもう楽しめたよね。そう、もうずっと楽しんで食べまくりました。楽しかったです、ね、楽しかった。またしようね、いいね、次の、ね、次は名古屋だ。名古屋もうね、もうとりあえず持ってくるから、いろいろいいもん。はい、っていう感じでパーティーやる気満々やね。はい、はい、という感じで、まあ来週へのメッセージはエンディングで届けたいと思います。ここからは今日の企画です。ゆめみお願いします。はい、真夏の一発ルーム、イエーイ、いいね、真夏のトーク、あ、お違いですね。はい、ということで、はい、真夏のトーク企画になります。はい、ボックスに、夏にまつわるトークテーマが入っているので、はい、そのトークテーマについて自由にトークしていきましょう。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ自由にトークって言っちゃって。じゃあ私から行くね。あ、いいよ、みんなにトークするやんか。うん、じゃじゃん。お、なんだろう。夏祭り3軒だけ屋台を回るとしたら会議って言いました。結構話題の会議こちら。3軒だけか。3人で3軒だけだよ。3人で3軒だけ、うん、うわ、え、やば。で、あのさ、一回さ、夏祭りさ、うん、マストでさ、食べるもの、うん、何マスト、いいわ、チョコバナナ。あ、わかる、わかるでしょ。やっぱ気に入るんだ、今日の3人は。あとかき氷。あ、もしかして気持ち悪い。でも食べるよね、家もよく練乳とかかけて食べたりする。え、そうだよね。ひやちゃんはマストだったら焼きそば。あ、焼きそば、焼きそばいいよね。か、たこ焼きか、の粉物は1個入れたい。あー、なるほど。え、でも、うん、やっぱとりあえずチョコバナナ、チョコバナナ、チョコバナナマスト。で、次どうする？え、もうかき氷行ってもいいよ。うん、え、ね、それ行ってもいいよ。行きたくない。え、じゃあさっき焼きそばで盛り上がったから焼きそば、うん、焼きそばね、と、あと1つ。え、でも、え、何ある？でもイカ焼きとか美味しいよね。いや、いい。あ、そっか、家一人でやん、なんか。え、でも家一人でもうなんか屋台を、うん、お祭り行くときは絶対屋台を制覇するつもりでるからさ、狭い。え、どうしよう、すごすぎる。どうしよう、え、何が皆さん、でも私地味に綿飴とか行きたいんだけど。わかる、綿飴絶対食べる。綿飴食べたい。綿飴か、綿飴食べない。夢見が一番食べそうだけどね。
ヒエメルさんから熊まめちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい熊2個並んで、え、かわいい、かわいいね、仲良し。え、何にしよう。でもトウモロコシ食べたい。え、美味しいよね。え、あとジャガバタ。あ、でもわかる。でも何でもいい。でも3件決まらないとできないですよね、これは。チョコバナナ焼きそば。チョコバナナ、まあ、焼きそばでいいの。焼きそばでいい。確かにね。あ、どうする、焼きそばでいいか、うん、焼きそばがいい。焼きそば、うん、焼きそば。じゃあ間取ってクレープとかにする。やだやだ。そっか、そうだよね、うん、やだかも。気まず、なんか気まず。え、どうする。はい、主食か、まあ、じゃあ主食系か、うん、あ、軽食、軽食、軽食。いや、甘い系、やっぱり甘い系。じゃあ、せーの、おたがしとか。あ、ベビーカステラ、ベビーカステラ。ベビーカステラって何。食べるもの以外でもいいらしいよ。食べるもの以外。え、金魚すくいとか。あ、金魚すくい、金魚すくい。え、スーパーボールとかがいい。あ、スーパーボール。え、なんか、なんかおみくじ。うんうんうん、おみくじ。なんか、あ、神社の おもちゃもらえるみたいな。そう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 、そっち。え、どっち、こっちのおみくじ。あ、そっちのおみくじ、ね、おみくじじゃないよ。あれ、かあれがいい。あのさ、引っ張ったらさ、なんかおもちゃ。あるよね、あの、あれおもちゃ。引っ張るタイプのやつ。あれ行こうよ。あれにしよう、あれにしよう。はい、しよう。オッケー、はい、じゃあ、夏祭り3軒だけ回るとしたら、チョコバナナ、焼きそば、引っ張るやつ。引っ張るやつ、イエーイ、決まりました。なんていうの、正式名称。ね、まあ、とりあえず伝わったかな。引っ張る、なんか引っ張ってなんか物が出てくるやつ、ね、あれあれ。あれ面白いよね、すごい、はい、やったことない。あれです。正式名称が分からない方いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。次、続いていってみますか。いや、夢見ていいですか。よし、いけます。ルルルン、何が来るかな。じゃじゃん、何が。え、ひもくじっていうのかな。ひもくじか。おー、すごい、みんな。あ、だーん、小学生の時の夏の思い出エピソード。うわ、熱い、これ。うわ、小学生、小学生は、え、小学生さ、正直覚えてないよ。私もちょっと記憶が良い。ね、だいぶ昔だよね。え、いや、え、さ、3年前とかでしょ。いやいや、それはないけど。やるよ、4年前かな。変わらんよ。え、でも夏は本当にもう毎日、うん、朝にラジオ体操して、うん、そこからすぐ、あのプール行くか公園行くか、宿題は分かんないけど、なんかやるかみたいな感じで、ね、でもだからもうめっちゃどの写真見ても、うん、小1から小6まで全部真っ黒なの、顔が焼けてるってことね。焼けてるってことね。そう、焼けちゃうんだ。焼けちゃって、もうとにかくやんちゃだから、うん、やんちゃだったから、もう本当にもう、え、いいことだよ、それは、ね、健康。え、そう、いやさ、逆にさ、海とか行っても海入らないんだよね。え、テントで閉じこもってる。いやいや、避難もそうじゃない、絶対。私そもそも行かないかも。あ、外出ないって感じ、うん、あ、そうなんだ。へえ。でも、夏って何してんだろう。私、何してるか覚えてない。私も、あ、でも一個思い出するのは、うん、あの親がやっぱお家にいないから、うんうん、自分だけのフリータイムなわけですよ、うんうん、確かに確かに。一人っ子で、うんうんうん、なんか頭がちょっとメルヘンだったので、あ、でも色もメルヘンだよね。一人でなんかあのなんかさ、ちっちゃい時持ってるさ、コスプレのさ、ドレスとかさ、あ、あるよね、わかる。一人で来て、二、うん、人を二人分のミルクティー入れて飲んでた、うん、かわいい。一、まあ、人だけど、一人だけど誰かいる手で、うん、って言いながら、あのね、かわいいけどさ、ゲームわかんの。ティータイムさ、ね、わかるよ、ね、でもちょ、やってた、やってたよ、やっちゃうんだよね、一人っ子だから、ね、いや、ドレス着てたもん、めっちゃ好きで。やっちゃうよね、わかる。ドレス憧れるよね、小学生。あとさ、さ、読書感想文をさ、毎年書かなくちゃいけなくてさ、でもさ、本読めないからさ、うんうんうん、あの、あらすじ調べたのを、うんうん、そのままパクって書くか、映画が本になってるものの映画見て映画の感想文をやってた。あ、でもそれめっちゃ頭良くない、映画は。え、わかる。え、読書感想文は、読書感想文本開いてさ、まだここにさ、うん、なんかなんていうの、紙に文字書いてあるじゃん、それ全部パクってたよ。え、あー、なんか、え、書き出しみたいな。え、そう、書き出し、それ書いて、うん、あとはなんか、ネットとかで調べて書いてました、うん、あー、ネ
私宿題終わったことない、そういえば。終わったことないです絶対。うん、本当にあの小学校から高校生まで夏休みの宿題一つも終わりきったことがない。いいの、結構自慢気に言ってるけど結構やばいかもしれない。そう、だいぶやばいよ、飲まれてきたずっと。どうやって回避したのそんなに。なんで、なんか放課とかに呼ばれるんだけど逃げるのまず。大丈夫それ、ま、これからも呼ばれる、宿題出してくださいってなんかアナウンスされて、うん、呼ばれて宿題出せないよって言われる前にもう帰って、うん、帰ってアナウンスもう家で 聞こえない。その次の人に言われないの先生に。次の日言われて、言われないように先生避けるの。すごい。したら冬休みになってる。だいぶやばいね。すごい。結構冬休みまで長くない？2学期って。あ、もうずっと逃げまくるの。いろんなことあるじゃん、日々の宿題とか、うん、あ、それでなんか忘れさせる。うわ、いや、一応3人の中で一番やばいんじゃないと。すごい暴露って書かれたよね。大丈夫、まあ、意外とできるからおすすめ。ほんと？オッケー。でも、うん、いい子のみんなを真似してダメですよ。ダメ、ちゃんとみんな宿題しようね。宿題やってね。はい、じゃ続いていきますか。じゃ続いてお願いします。はい、さあ、なんだ。じゃあ、これにします。お、なんだろう。じゃん。お、夏休み。あ、やばい、夏休みの宿題いつやってたっていう。やってない。いつやってた？もうやってないのは判明してるから。やった、やってるけど。でも、ゆみめっちゃ先にやるタイプ。やること先に終わらせたいと思うから全部先にやった。えらい。でもね、ちなみに言っていい、うん、ちょっと自慢があって、うん、あの小学生の頃になんか夏休みのなんか友っていう、はいはい、なんかやつ宿題があるんだけど、うん、それでいつも美術館飾られてました。え、すごっ。もう小1から小6まで、うん、もういや、あの飾られてました。しかもなんなら小学生の頃宿題やるの好きで、いろいろだから、もう夏休みとかもあの結構すぐ終わっちゃったりとか。すごい、天才やん。そう、結構頭いいの、ゆいって。天才やん。すごくない？天才やん、ね、みんな天才やんけって。美術館で飾られたのすごいっていう。美術館ってすごいよ。美術室じゃなくて、え、美術館。館なの？ガチの美術館に。まって驚いてるよみんな。すごっ。そう、すごい。しかも自由研究なんか、うん、なんかこれだけこの薄さの友だとしたら、ゆいの終わった後のその本、うん、これだからね、厚さ。あ、なんか宿題の、そう、中になんかいろいろ写真とか貼って、うん、あ、そういうことね。ガチで勉強してました。すごっ。やばいでしょ。美術館に飾られて意外なことで、ね、こっちは。ね、すごいね。ね、ゆみめやってるのか。ゆみめ貯金箱作ってた、毎年。あと小学生の時、あ、なんか、そうそうそう、研究。え、かわいい。なんか、ケーキ型の貯金箱作ったり。うわ、夢見そう。かわいい。そういう貯金箱ずっと作ってたけど、お金が貯まったことない。そうだよね。あ、そっか。止まらないもんね。そうだよね。お、ヒゲの水、水さんからウクレレクマ、ウクレレクマかけるに、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてキュウさんから、クマバフェ、クマバフェ、ありがとうございます。すごい可愛いで溢れてるね。ね、クマさん可愛い、抱きしめたい、夢見たい。ありがとうございます。ありがとうございますって感じですかね。そうだよね。 はい、で続いて、じゃあもう一個いけるかな。いっぱい出てますか。楽しいね。楽しい、大好き。なんだ、じゃじゃん、夏バテ対策やってる？だって。ゆみえ、あの冷えピタ貼るのめっちゃ好きだから。貼ってたね。貼ってたね。そういえば、この前大阪で夜みんなでご飯食べてる時にゆみえ冷えピタ貼ってた。みんなに心配されたから、あ、元気です。でもひなちゃんもやってた。冷えピタ、うん、中学生の時とか外で遊びに行く時とか、なんかどうしても並びたいものとかあった時は冷えピタ貼ってた。そうなんだ。そう、外で。でも家もね、夏バテ対策してるんだよね。何？その扇風機を、うん、ハンディファンね。そう、ちっちゃいやつ。そう、あれを、うん、あのたまに持ってってる。たまに、たまになんだ。いつも家に忘れちゃうんだけど、そう、持ってって忘れてるね。あの日焼け止めも塗って、うん、あの日傘もさして。嘘言ってる。あの嘘なんだ。なんか、うん、まずこれ嘘。まずその、 あの日焼けのなんか、ね、対策の食べ物、野菜とかも食べて、うん、こう、スイーツも。本当に言ってる。そう、夏、スイーツ、夏はスイーツ食べたらあんまり
体に良くないらしいから、ね、アイスも全然食べてないし、さっきアイス食べてたよ、さっきねビスケットあのアイス食べててね、そんな細かく言わないでいいじゃん、なんかあの浴衣着るときになんか食べてたから一回置いて、うん、でも溶けたからもう一回食べ出してた、え、そうだよみんなね、暴露しないでよ、もう今ちゃんとしたアイドルやってたから、しかも、うん、なんかレッスン場の近くのコンビニにはゆいの好きなアイスがないからちょっと遠くのコンビニ行かないってよく言われた、全部言うやん全部言うやん、やめて、帰る時もアイス食べてる、うん、ねえ、まあそれはまあ、まあ否定はできないけどさ、チョコのやつ、チョコのかき氷、いや言わなくていいよそこまで、まあとりあえずまあえ、ねえねえどこまでか本当かわからんって言われてるよ、え、日焼けはしてないよ、日焼け対策はしてない、してない、え、アイスは食べてる、日焼けさしてないもん、持ってるとか見たことない、うん、はあ、嘘、ねえ、全部嘘だよね、まあ、まあ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 本当は日焼け止め塗ってるけど、うん、日焼け止めとその扇風機のみです、うん、あーちょっと本当なんだ、そうちょっと本当です実は、はいって感じでした、お、はい、お、まさかずさんから DJ ペンギン、 DJ ペンギン、え、かわいいんだけど、酸っぱい、いっぱいいっぱいいるんだ、ありがとうございます、かわいい、ゆいさ、夏バテ対策じゃなくてさ、紫外線対策めっちゃしてる、え、してそう、もう絶対いい、テルマに日焼け止めと日焼け止めのスプレーと UV カットパーカーと日傘さしてる、あと絶対おしゃれしない被害を全身あの身にまとってる、えらそれ、もう日に焼けたくないっていう人、えらい、でもひなちゃんも最近 UV カットパーカーは買いました、おだからそれ着てるからいいかなと思って日焼け止めは塗ってない、おでもさちゃんと対策はしてるよ、ね、そう一応対策、あ、日傘もさしてます、おお、いやなんか悔しいな、なんか悔しい、なんでなんか悔しいな、ゆいもじゃあ明日から、そうだよ、 UV カットパーカー買って、う、うん、あの日傘2個買って、おお、買いに行く、帽子買って、帽子いる、よ、帽子買うから負けないから、うん、オッケー、絶対に、でも今日から始めたらね、まだまだで、まだ夏始まったばっかだから、そうだよね、間に合うということで、うん、皆さんもぜひ夏バテに気をつけて確かに夏バテってか紫外線だけど、あ、紫外線に気をつけてお過ごしください、はい、ということでお時間になってしまったようなので、ここで終わりたいと思います、以上、はい、一発トークでした、ありがとうございました、はい、ということで続いてのコーナーは、続いてのコーナーはタコのみ、はい、お願いします、一発チャレンジ、チャレ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 、ここからはチャレンジ済みの私が MC をしたいと思います、お願いします、ここからのコーナーは18期メンバーの団結を深めるため、毎回テーマを設けてさまざまなチャレンジをしていきたいと思います、うん、5ポイントゲットするごとにご褒美企画が行われます、うん、そして今回のチャレンジは、うん、ドドランドランヨーヨー釣りチャレンジでーす、まあ、はい、ね、ルールはなんだろう、これかな、ここに、あ、はい、まあ、そのヨーヨーがあるんですけど、はい、ルールに入っているヨーヨーを8人合計で30個のヨーヨーを釣り上げます、なんと制限時間は1人1分です、はい、それで先週の様子を見ていきたいと思います、せーの、どうぞ、難しそう、やれば出てくるの、ギブって、あー、なのであと8個ですね、8個、2人で8個だから1人で8個、2人、あ、2人で8個、4人、4個です、4個ずつ、1人4個ずつ、なんとね、もちろんね、このあのね、ひもじゃ、なんだっけ、
紐がね切れたらね終了なんですけど、皆さんの力で支える紐の数がなんと増えます。リポストが50ごとに1本、さらに青春のこひちゃんの要望で50ポストごとに5秒時間がプラスことになりました。ありがとうごひ、感謝感謝、感謝でございます。頑張るぞ。めっちゃさ水冷たいんだけど。よかったよ。あのね飲んでいいよ。え飲んでいいの？マジ？えこれさなんかさあのアドバイスあるんだけど、ちょっとやってた人なんだけど、一回やったことあるんですけど、こうやってめっちゃねじると意外にすくえちゃったりするんですよ。なんかマジこれやっぱりそのままでいくとやっぱ水で濡れちゃうからすぐ切れちゃうのね。だからこうやってめっちゃねじって、もう先端もギリギリ持ってこうやってねすくい上がると意外に取れちゃったり。分かった。するんですよ皆さん。皆さんリポストお願いします。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 じゃあさあ始めていきますか。カウントダウンするか。カウントダウンか。そうか。5秒、15秒にしとくか。せーの、5、4、3、2、1、終了です。れさあどうなったんでしょうか、リポストの数は。お願いします。お願いします。なんだっけ、お236リポストです。ということでプラス4本とあと20秒追加となって1分20秒。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ということでやっじゃあ早速順番決めちゃう。確かに。どっち先行く？どっちでもいいよ。はい、じゃあ私先に行きます。で気をつけてね、濡れないように。長いから、ありがとうございます。なんか久々にやったんよ。これをね、ここもなんかぐるぐるされてるんだけどね、ぐるぐる、ここをめっちゃぐるぐるするのよ。切れない、逆に。え、切れない切れない。なるほどね。ここをぐるぐるして、ぐるぐるしてここをね、こギリギリを持ってね、すくうの。いけるじゃん。そうなの。皆さんそしたらね、すくえちゃうんですよ。お。じゃあネジネジしとくね。お願いします。これ何本、1人何本使えるんだっけ。2本か。5本使えちゃうそうです。あ、1人1人5本も使えるんだ。もうじゃあいけるねこれ、いけるよ。4つ1人5本でしょ。じゃあ余裕こう。さあじゃあ、あ、そっか、何秒だったっけ。1分20秒あるで4個釣ればいいの、うん、いやいけるよ。待って待って、でも意外にね難しいんですよこれ。そうなんだ。だからいい感じにね、うん、え、意外にこの子がね重かったりするから、ちっちゃい子とか。そうだよね、ちっちゃい。これは動かすのありないよね。あぶだ。うわー怖いよ。じゃあネジネジして、うん、ネジネジしとくね。ここに置くね。うん、いや、じゃあ、OK？ 心の準備は OK。 じゃあ、OK。 じゃあ、山口ゆいちゃんのヨーヨー釣りチャレンジです。よーい、スタート。うわー怖い、やばい。いけいけ、落ち着いて。うわー落ち着いて、いける。よし、行こう。これは出てるかな。じゃあ、音も楽しい。え、金具は持たない。あ、そっか。あーあ、よかった。ギリギリ持てるね。そうか、オッケー。ギリギリね。皆さん、いい調子ですよ、これ。うん、むずい。落ち着いて、落ち着いて。意外にね、シュッて行きちゃうから落ち着いて。大丈夫だよ、まだ時間あるから。いけいけ、頑張れ頑張れ頑張れ。ウォー。あ、よし、よし、よし、電気ペン、電気ペン。あ、30秒。オッケー、あと落ち着くか。30秒あるから。いけるいけるいける。頑張れ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 。できるよ、いくよ。みんなゆうち頑張れ。オリンピックだよ、オリンピック。あマジ、これ金メダルかかってるよ。金メダル、やばいやばい。これ落ち着いて、大丈夫大丈夫、まだ時間あるから。団体戦僕も決勝だよ、決勝。あできるよ、大丈夫。落ち着いて、いいよ、もういいよ。ナイス、いいよいいよ、よし、ナイス。マックつってくれても嬉しい。あーでもすごいよ、4個も皆さん取れました。やったー、すごい楽しい。これ団体戦いけるんじゃないですか。い
いけるね。これでひなちゃんが4個釣ってくれた。そうだよ、皆さん成功になりますよ。皆さん応援してください。これさ、戻す、うん、楽しい、戻します。ありがとう。よっしゃー、ひなちゃん頑張って。次ひなちゃんが大手りだからね。そうだよね、首相ってことだよね、うん、そう頑張って。じゃあネジネジしてしたくね。本当嬉しい。やっぱ小さい子がね、狙いやすかったりするよね。そうだね。よし頑張って、ひなちゃん頑張れ。ひなちゃんみんな応援してください。皆さんもひなちゃんのこと応援してください。よし、どう、ひなできる？いや緊張してきた。そうだよね。え、なんかさ、意外に釣れなかったりするよねこれね。頑張って。水につけないことが重要なんで。そうだね、確かに。じゃあ工事だけ準備できました、はい、じゃあひなののチャレンジ、はい、4個取ったクリアです。はい、4個取ります。はい、ということでひなののチャレンジスタート。うおー、頑張れ。ゆっくりゆっくりね、大丈夫だよ。あ、落ちた落ちた、いいよ、まだ下手くそかもしれないいける、ゆっくり、いいんだよ、まだ時間あるから。え、意外にね、難しいよね。お、一個、はい。いいね。あ、カメラの激反つけた。いいよ。ま、ちっちゃい子、ちっちゃい子行け、ちっちゃい子、ちっちゃい子。あ、いいよ、行く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 よ。ちっちゃい子。ちょっと頑張れ。痛くそう。行ける、行ける、行ける。まだ行ける。待って、あとさ、二つしかないからね。来た。よしよし。30秒前です。お、いいよ。いい調子、いい調子。大丈夫だ。来た。もういいよ。うまい。あ、もう一回切れた、切れた、切れた。ちっちゃい子、これ最後。ちっちゃい子、ここ最後。いけいけいけ。頑張れ、頑張れ。頑張れ。大丈夫だよ。落ち着いていこう。ゆっくりでいいよ。いける。ラスト1。ふぅー。ふぅーで、で、はい、次。頑張れ、頑張れ。いいよ、いいよ。YouTube の高評価をお願いします。お願いします。ということで、もうあっという間のエンディングになりますけども、はい、じゃあ間もなくランキング締め切りになります。あった、はい、はい、上位3名の方に本日の出演者メンバーのチェキをプレゼントします。ということで、その前にお知らせしていきたいと思います。ちょっといいね、楽しい、今やろう。よし、スカパー番組配信で AKB48 17期生昇格記念ライブアーカイブが、アーカイブ配信が8月の10日の23時59分まで見れる、はい、皆さん見れるのでこちら、ね、ぜひチェックしてください。みんなダンス上手で、みんな可愛くて、みんな必死で可愛い。これ大阪公演限定の、ね、ユニットとか ね、なかなか見れない組み合わせだったりするので、うんうん、大阪公演が10月ぜひ来てくださった方も、8月10日までの23時59分大阪公演がですので、皆さん見てください。お願いします。お願いします。はい、詳しい情報は AKB48 オフィシャルサイトでご確認ください。お願いします。それでは、プレゼントの締め切りです。お、はい、ちょっと待って、じゃあ待ってる間にヨーヨーで遊んじゃおういくよ、せーの、1、2、3。あー、めちゃめちゃ水が飛んできちゃう。あー、おー、え、ゆみこの子お気に入り、かわいい。え、ゆいね、ちなみにね、ゆいの、あの、お気に入りは推しこれです。あー、かわいいね、超かわいい。高校生だったね。え、でもさ、でもさ、ゆいさ、ゆいが好きなところは、うん、触ってめっちゃ冷たいところ。そこか、はい。
みんな子供で可愛いだって、いやいや子供なのひなちゃんだよね、ゆいちだよ。じゃあ皆さんぜひコメントコメントたくさんお願いします。お願いします。みんな可愛いね。でもさ、この透明も可愛くない？可愛い。これすごいわ、ゆめみの推し用用でしょ。わかる。てか推し用用紹介面白いね。ね、どんなとこでさこの風船あるんだろうね。ね、確かになんか令和だね、初めて見た。令和だね。私の推し用用は、ちなみに、これです。おお、なんでそれ好きなの？なんかちょっと化学室っぽくない？化学室ちょっとわかるかも。化学っぽいよね。あとなんか美術室っぽい。あ、わかるわかる。なんか、ね、パーってやった感じのこと、ちょっとなんかねこの線がなんていうの、めっちゃ推しポイントあるの。なんかちょっと滲んでるというかすごい気泡の感じがあってなんか手作り感があってすごい美術室を思い出すんですよ。これおすすめですね。わかる。まあ皆さんもね、推しヨーヨーね、推し誰ですか？もしいないよっていう方は私たちに、あ、推しうまくない？つなぎうまくない？お願いします。はい、おすごい、ゆみかさんからタワー、はい、すごい、タワー&コマタワー、ありがとうございます。ゆみかさん、そして351たけさん、356たけさんからくまパフェ、くまパフェありがとうございます。で、かわいいで溢れてる。あとタワーもありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてまさかずさんから、ウクレレクマ、あー、ありがとうございます。まさかずさん、ありがとう。そしてキューさん、DJ ペンギン、ありがとうございます。かわいいで溢れてるよ、ね、すごい、クマさんいっぱい、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、それでカウントダウンしましょう。せーの、ゴー、あ、4、3、2、1、じゃーん、終了となります。じゃあランキングで確認してみましょう。はい、ここからのギフティングは、はい、反映されないので、ランキングチェキのランキングに反映されないので、はい、皆さんお気をつけてください。はい、13位から読んでいきましょう。さあ、せーの、13位、おはようございますさん、ありがとうございます。おはようございます。せーの、12、2、8、3、3、ありがとうございます。せーの、11位、宮崎のおじちゃんさん、カレーのおじちゃん、ありがとう、カレーさん、ありがとうございます。食べさせてください、ありがとうございます。せーの、10位、ゆたかさん、ありがとうございます。せーの9位、大輔さん、ありがとうございます。せーの、8位、キムテルさん、ありがとうございます。せーの、7位、せーの、まゆさん、ありがとうございます。せーの、6位、ひめるさん、ありがとうございます。せーの、5位、まさかずさん、ありがとうございます。せーの、4位、きゅうさん、ありがとうございます。かわいかった、ありがとうございます。お、ここの3位から、チェッキーのプレゼントです。おめでとうございます。せーの、3位、ゆみかさん、ありがとうございます。イエイ。せーの、2位、ひげにけのおみずさん、ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、1、3、5、6、たけさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。たくさん皆様ありがとうございます。はい、ということでプレゼント当選された上位3名の方にはショールームより連絡が届きますので、ご対応よろしくお願いします。お願いします。ということで今日の番組は以上になりますが、はい、どうだった、ゆめみ？え、急な締めえ、でもなんかすごい夏を感じて嬉しい。8月始まってから特に夏らしいことしてなかったし、ヨーヨーも水に入ってるし、水に入ってるしね、ね、そのプールみたいな楽しいよね、なんかでもなんかさ、屋台の話さ、揉めるかと思ったらさ、結構話合うちゃうんだよね。なんかさ、そう、お祭り派だったし、そう、ね、なんか良かったね。なんか不思議な3人目かと思ってたけど、なんか気が合っちゃいました。ツイン3だもんね。
ツインスリー、あ、ツインタワースリー、イエイ、18期のイエイ。伸びたよね、でも。え、そう、あんまりちょっと身長差なくて最近ビビってる。そう、もうなんならひなの抜かしたしね。抜かせないんだけど。抜かせないな、もうすぐ抜かします。そう、怖いね。イエイ、成長著しい、ゆういち。はい、っていう感じで、はい、次週のメンバーは荒井さえちゃん、佐向ゆめみちゃん、2週連続ですね。そして成田小日向ちゃんの3人になります。はい、ね、じゃあ来週もぜひ待ってください。お願いします。じゃあここで次週のメンバーにオープニングトークで話してほしいことをね、動画で撮ってメッセージにしていきたいと思いますが、夏っぽいのがいいよね。ね、さすがに8月だもん。あ、じゃあ、皆さんは何月が好きですか？あ、ありあり。どう？好きな月。じゃあ、好きな月を英語で言ってください。あ、あり。どう？ワンチャン言えないかも、ゆめみ来週。あ、そうか、ゆめみか。いいじゃん、夢見て調べちゃダメだよ。わかった。オッケー。じゃあ、4月いいです。自己紹介して、それを言おうと思います。はい。じゃあもう、じゃもうさ、動画始まったらめっちゃ元気にいこう。オッケー、いいよ。めっちゃ快です。お腹から快ですね。もうビビらせよ、次週のメンバー。こんにちは、こんにちは、オッケー、せーの、こんにちは、ヤッホー、山口です。ヤッホー、久保ひななです。坂井めぐみです。あー、まあ、ていう感じで、いや、元気にしてますか？してますか？はい、ということで、まあ、皆さんに話してほしいことは、何月が好きですか？そして、その好きな月を英語で言ってください。言ってください。ゆいちゃん、何月が好き？え、ゆいは、スー、エイト？オーガスト。オーガスト？ナウ。ナウ、オーガストかな。オーガスト。イエスイエス。オーガスト合ってる？あ、まあ8月。分かんない。そして、久保ひなは？ひなちゃんは、フェブラリー。金曜日？違うで。あ、フェブラリー、オーケーオーケー。ナイスナイスナイス。ゆめみは？ゆめみ言ったらダメなの。あ、そうかそうか。まあ、ということで、皆さん、応募、応募じゃない、せーの、バイバーイ。ね、大丈夫ね、撮り直さなくて大丈夫。怪しいって来てるよね。2月、フェブラリーは2月でしょ。フェブラリー、2月だ。まあ、皆さん、よろしくお願いします。ということで、まあ、配信を絶対に見逃さないために右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録お願いしたい、お願いします。お願いします。はい、じゃあそれでは以上、 AKB48 18期研究生でした。バイバーイ。ラブラブ、バイバーイ。